はい、腕時計のクォーツなんですけれども、なんか動きが、秒針の動きがおかしくなりました。なんかこうやって秒針ピッと止まって、ほら急に5秒ぐらい進むって。この故障の原因が何かっていうと、どうも電池がなくなったっていうことらしいんですよね。電池が、そろそろ電池交換の合図だよということで、特に故障ではないそうですっていうのを、先日、ビッグカメラの店員さんに聞いて、これから、電池交換修理出そうと思います。この状態が電池交換するとちゃんと治るのかっていうところを見ていこうと思います。それでは今からビッグカメラに行ってきます。はい、というわけで本日、ビッグカメラに行ってきました。ですね、1013円税込みで直してもらいました。電池交換だけだとそれぐらいだとだそうです。時間は30分ぐらいだったんですけれども、混み具合によってはなんか変わるっておっしゃってましたね。時間が僕の場合30分しなかったかな。でもほとんど、まあそんな感じです。なので、まあよろしければまあチェックしてみてください。ツェッペリンの、電池交換してみたという動画でした。ビッグカメラすごく安かった。ちゃんとこうやって動いてますよね。さっきみたいに5秒ワープするみたいな感じじゃないので、いい感じっすよね。ほらこうやってっていう形です。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と、あとは LINE の友達追加よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日はパンじゃなくてすみません。ちょっとそれで見づらかったらすみません。でもかっこいいですよねこれ。こうちょっと風貌がドーム型になってるんです。なかなか終わらないっていう。よいしょ、ね、こんな感じ。嬉しい動くようになった。じゃあ失礼します。